4491系、イーストアイダッシュイート、マヤ50型が武蔵野線を計測しました。JR 東日本は、今日15日、マヤ50型連結の計測車、E491系を、武蔵野線で運転しました。E491系、イーストアイダッシュイーは、2002年に落成した車両で、勝田車両センターに所属しています。主に、電化路線の軌道、架線、信号の計測で運行する事業用車両です。JR 東日本の路線以外にも、真岡鉄道、鹿島臨海鉄道、京葉臨海鉄道、伊豆急行、北越急行などで計測することもあります。3両編成となっており、電気、架線、軌道と担う測定項目が異なる車両で構成されています。また、マヤ50型建築限界測定車を連結して運転されることもあります。今日15日は、大宮操車場から新秋津間と、大宮操車場から東浦和間を検測しました。また、武蔵野線検測に伴う送り込み、返却回送として、山手貨物線、東北貨物線、常磐線なども走行しました。送り込み回送は、品川駅から、返却回送は奥車両センターへと運転されました。明日、16日は、宇都宮線での検測が予定されています。これで、9月15日の KAB ニュースを終わります。